監督何を書いていただけそうでしょうか。ペーターを書きます。前回梅田ではねペーターは書かなかったので、ペーターを書く特徴というかあるんでしょうか。今日はちょっと角度を変えるのであれなんですけど、ペーターはあの口の周りの丸いところがチャームポイントなので、正面ですね、これはね、はい、ちょっと監督が作画いただいている間にいろいろお話ししたいと思うんですけれども、入場時にあの入り口のところにサイン入りのポスターがあったんですが、美里監督と小野監督お二方の直筆のサインと、あとイラストですね、書かれたものが飾ってあります。お帰りにもありますので、ぜひぜひご覧ください。それ皆さんも撮るのも真剣なのであれです。あとコンセッションの方でですねパンフレットを販売しておりまして、小野監督も参加された回ももちろんなんですが、前は絵コンテが入っているというすごい豪華なパンフレットになっておりますので、こちらもぜひあのご購入検討いただければと思います。あと新宿ということで、クロス新宿ビジョンですね、皆さん通られてきましたかね。ありがとうございます。ちなみに今日も放映されていて、モルカーたちが飛び出してくるように見えるのかな、1日4回放映されるそうなので、ぜひぜひお帰りの際お楽しみください。1時間に4回ですね。監督はご覧になってきました。まだ見てないですね。まだですね、はい、ちなみに劇場のスタッフの方もご覧になってましたので私は見れてないんですけど、はい、あ、できましたか。あ、素敵な人参を加えていらっしゃいますね、これ。はい、あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ小野監督ポーズを、はい、すごいカメラ練習してきました。あの、伺ったらなかなかこういうところで描くことはない。え、ないですね、この大きさしかも、このサイズで描くことないですね。やっぱ小さいところで描くことなので、なかなか貴重な絵なの で、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。